四国も天皇陛下には彫刻の公募連綿として発行に輝く紀元2600年にあたり伊勢神宮及び各山陵に親しく紀元2600年の公募をご報告時間克服をご記念あらせられるため6月9日九条御発連初夏の風薫る京都へ聖賀を進めたまいました。天皇陛下には天気ことのほか恩麗しく沿道民草の崇拝を受けさせられつつ同じ日午後5時45分1億国民教区感激のうちに京都皇宮に着儀をあらせられました。新聞でもラジオでも皇室のニュースが第一に報道される時代でした。